ひねくれてるというか、はいはいはい、いやこの構文の変化系使ってくるやんとかめちゃめちゃ分かりやすくて、ほう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 、いやだから東進ロックスの本の完成度すごいと思う。どうも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 では再びですね、はい、何でしたっけ、竹田塾でしたっけ。竹田塾です。竹田塾竹田塾です。あの濁点取らないでくださいの、高田先生にですね、はい、お越しいただきまして、はい、よろしくお願いします。今回はそのです、ね、高田先生の兄弟、はい、兄弟、兄弟です。京都大学です。兄弟、兄弟、僕ね、母校に愛があるんでね。あ、そうですね、母校に愛が、母校です。そうですね、兄弟愛、はい、兄弟愛があるんで非常にでかいね、誰か東大行ったら東大愛に変わりそうですけど、ちょっと待って。そう、何のことかはちょっと分かんないけど、兄弟、はい、兄弟大好き、兄弟大好きなんだけど、兄弟をもう高1から目指してた。高1から目指してました。具体的にどんな感じで兄弟目指してやってったのかちょっと聞きたいんです、はい、あ、神戸大学、まあ、地元から行ったらめっちゃかっこいいなと思ってたんで、はい、神戸大学行こうと思って、でただ自分の高校からだと本当にトップじゃないといけないと、うん、なるほど。だから最初森手先生も働かれてる東進に、はいはいはい、高1の入学式前に入りました。へえ、早い、はい、めちゃめちゃもうスタートダッシュバーン切りました。なるほど、まあ、その時ね、やっぱ安高知先生の授業を受けたりとか、はい、ああ、いよいよ、はあ、始まりました。そうそうそうおめでとう、素晴らしいですおめでとう大岩先生のモノマネもあるんですけど、どうも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 全然似てない、どうも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 全然似てない、どうもはぁ、あ、はぁ、あ、どうもこんにちはどうも、あ、似てますね僕からあれですかね、 お互い、はい、めちゃめちゃモノマネ得意ですから。本当ですか、講師陣。あ、やっぱ英語先生発音いいから発音いいからやっぱモノマネも上手なんでしょうね。だから宮崎先生のモノマネを今井先生がしょっちゅうやる。タイムズの、タイムズの翻訳 S つかない、タイム、あ、タイム、タイムズ、間違えました。宮崎先生のモノマネは、はい、今井先生がめっちゃ思い出して、これはアンサーしないみたいなのでいつも言うし、テンテンプルプルニャゴピニャゴピので、渡辺先生のモノマネは大谷先生がめっちゃ得意です。ああ、そうですね。で、僕はそれを見ながらやってるんで、渡辺先生もまた癖強いですからね。おお、先生、俺できないよ。ああ、渡辺先生、渡辺先生大丈夫だ大丈夫だ。いや、そうだよね、高1の時に、はい、東進の先生の授業を受けて、うん、やっぱおもろいんですよ。あ、そうだ、ね、やっぱりすごいっすね。やっぱ安子先生もね、温度があるんでブワーってこうね、なんか張ったりとかして、うおーみたいな、もうなんか張ってるみたいな、張ったりって言う、いやいやいや、張ったりは言ってないと思いますけどなんかこうね、あ、はいはい、こう、こうなんか重要みたいな張ったりするんですよ、ペーみたいな、うおーみたいな、すげーみたいな、ちょっとカリスマの授業に、やっぱそれはね、淡路島の僕中学校の先生しか受けてないわけですから、東進ってもう日本を代表する先生の授業を受けて、うわーと思って、え、講師目指そうと思わなかったんですよ、全然。あ、でも、いや、その時はでも憧れの対象ではありましたよ、全然。その時はうわーと思って、そこからね、すげーみたいな、授業しない塾に入るというか、ね、あ、そうなん、そうなん、それで、ただやっぱ復習って絶対必要やと思うんですよ。森田先生もそうですよね、はい、なんかこう受けっぱなしにしちゃう子って意外と多いのかなと思うんですけど、うん、そうすると伸びないと。で、僕もめちゃめちゃ授業受けたんですよ、はい、そのなんか東進講座受講レースっていう、はい、その校舎の中で、はい、こう一番授業を受けた人が賞品もらえるみたいな、はい、それに参加してブワー授業を受けまくって、はい、東進明石駅前校で一番受けた、はい、へえ、高1にして、はいはい、毎日受けたんで、高校も放送部っていう、もう、はいはい、全然忙しくない部活なんで、うらーって受けまくって、で、よっしゃ、1位だったーと思ったけど、受けるのが目的になってて、復習しなかったんですよね。で、うわ、このままじゃまずいと思った時に、僕が今働いてる武田塾の、その勉強法の本とか、その武田塾チャンネルという当時にやってた、その武田塾の動画を見つけて、いや、たくさん授業受けるよりも、復習するのが大事なんだよっていうのを見て、あ、なるほどと、今の自分に足りてなかったのはこれだなと、なるほど、いうのがその武田塾との出会いですね、うんうん、東進の先生たちすごいんですよ。そうそうそう、だから分かりやすい授業を受けたいって人は東進行くのも僕もおすすめしますし、学校自体は成績はいい感じですか。あ、
いや、よくなかったですね。その、40人のクラスやったんですけど、もともと理系のクラス入ったんですよ、はいはい。で、理系のクラス入ったんですけど、途中で、もう理系やめたっていう時期があって、はいはい、もう文系にしようって、これも武田塾の先生に相談して、いや君は理系とすればぴったりだよ。いやいやいやそうは言われてなかったですけど、まあ、同じ努力して、上の大学入ったんやったら文系の方がいいよって言われて、なるほど、あ確かにあと思って、それで文系に帰って、なんで学校の成績もダメダメでした、本当に。40人中35位とか。はあ、そうだったんですね。はい、そんな感じでした。学校はほぼと捨ててた。で、京大を目指し始めたの。はいはいはい。京大目指し始めたのは、その時武田塾の先生に、まあその林塾長に、はい、林塾長がまた受験相談というか生徒の相談乗ってた頃に、はいはい、その話したんですよ。そしたら、まあこっちからやれば京大行けんじゃないみたいに言われて、で京大って言ったらやっぱ僕の中でも別世界というか。はいはい、やっぱロザン宇治原さんがテレビでバンバン答えたり、もう天才が行くとこやと思ってて、その淡路島のね、おじいちゃんおばあちゃん漁師の、ね、はいはいはい、あのお父さんの方高卒なんですけど、はいはい、まあ、そんな自分とは無縁の世界だって思ってたんですね。で、あ、でもまあそんだけ行けるっていうんやったらちょっと頑張ってみようかと思って参考書をやり始めたのが高1の夏ぐらいですかね。すげえ、まだ高1そうか、高1から高1、高2にいろいろありますね。へえ、そっから、はい、じゃあ京大を目指したわけなんですね。そうです、そうです、そっからそっからもう、はい、もうだって文系選んだわけですね。文系で、はい、はあ、だいぶ早い時期から決めてたわけですね。そうですね、ちょっと高1から理系のクラスやったんですけど。なるほど、じゃあ、はい、京大一直線みたいな感じで。京大一直線みたいな。京大を本当に、はい、京大特化、はい、そうですね、したんですね。なるほど、わかりました。じゃあ、わお、じゃあその受験勉強について聞いていきます。はい、リスペクトしたいのは、はい、やっぱ森田先生、まあ、東進で働かれてるじゃないですか、はい、東進ブックスの参考書を使ってたんですよ。おー、そうだったんですね。はい、当時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 、なんかごちゃごちゃ、いろいろごちゃごちゃしてました。その当時、本屋さん行って、はい、じゃあ、じゃあ参考書でやるぞと思って、本屋さん行ったわけですよ。はい、そしたら、安コーチの英語を初めから丁寧にっていうのがあって、はい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 、恐れ、ちょっと、おーみたいな、安コーチ先生、当時でも授業受けてるし、と思って買って、はいはい、やったんですよ。めちゃめちゃ分かりやすくて。ほう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 。いや、だから、東進ブックスの本の完成度すごいと思うんですよね。ありがとうございます。やっぱなんか、もう授業そのままじゃないですか。はいはい、これ読めばいけんじゃん。うんうおーみたいな感じで、なんかこう、それで勉強も進みよくて、まあ、安コーチの英語を初めから手に終わらせたりとか、まあ、単語帳で単語を覚えたりとか。あ、単語帳何やったの？システム英単語やってました。あ、システム。はい。で、それ英語は、他何かやったの？あと、まあ、ネクステージやったりとか、はいはいはい、全然もう東進ブックスのくだり終わってる2冊しか出てこなかったセンター1800とかもね、一時出ましたけどね、ミサイさんの声で、はいはいはい、それをやってて、はいはいはい、でも京大結局はだってやっぱりあのガチガチのね、ガチガチっすね、わあ、英文和訳やっていかなきゃいけないわけじゃん、英文和訳、やっぱそうとなるとやっぱその東進の西先生のポレポレですね。おお、ポレポレやりました。はいはい、なるほど、ポレポレしたね、いやいや、僕はポレポレはしていや、これなんかね、ちょっとネット上でポレポレするなみたいなね、くだりありますけど、そのポレポレじゃないですよ。やめろお前。なるほどなるほど、はい、それで構文も、はい、構文も取って、これはまあ3年生の初めぐらいですけど、はあ、でもっと難しいのいったんですか、その後も。ね、透視図あるじゃないですか。あ、はいはい、透視図僕は挫折しましたね。ああ、なるほど、はい、あれまあ確かに難しいですもんね。透視図ちょっと挫折しちゃいましたね。はい、透視図は挫折して、はい、でももう過去もんですか。まあポレポレやって、まあ、やっておきたい700とかやって、はいはいはい、であとはもう過去もんすかね、京大の過去もやって、で最初ちょっと京大の過去も難かったんで、はい、大阪大学の過去もん、はいはいはい、がすごいちょっと自分のレベルに合ってたんで、阪大の過去もんやって、あ、なるほど、で京大の過去もやってるとか、そんな感じです。あ、阪大からスタートして、はい、で京大に。そうですね。あ、なるほど。これちょっとまあ、英語好きな人が多いと思うんで、はいはい、ちょっとまあ話しとくと、大阪大学の英語ってなんかすごい素直というか、はいはい、なんかこう標準的というか、なんかこう勉強したことが結果出やすいみたいなところないですか。そうですね、そこはありますね。ありますよね。で、兄弟こうひねくれてるというか、はいはいはい、いやこの構文の変化形使ってくるやんとか、この
覚えた単語帳の単語の変化形使ってくるやんとか、ちょっとこう変化形というか、そうですね、答えさせないために、ね、うん、そうなんですよ、ね、作ってくるんでね。だから大阪大学でちゃんとこう学んだこと生かせれてるかっていうのをアウトプットして、うん、そこから京大の学問に入ってましたね。まあ、確かに阪大の和訳いいのが、ね、いいんすよ、あります、ね、すごいいいんすよ。あ、これはいいんじゃないですか、京大目指してる人に。あ、本当ですか。はい、阪大、阪大のやってから、ね、はい、Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.